ず鉄拳さんが原作のパラパラ漫画ということで、はいはい、最初は2013年に信濃毎日新聞さんの企画の中でこのパラパラ漫画を制作されたと伺って そうです、はい、2013年ですね、もう6年前ですね。そうですね、もうまずその最初にこのパラパラ漫画を制作された時の気持ちを思いを出していただく。あの頃ですか。はいはい、あの頃あまちゃんやってて NHK の、はいはいはい、ね、まあ、本当毎日大変な時期で、はい、なんかもう覚えてないですもう本当に忙しくて、でも枚数がもう凄まじい。あ、そうですね、この家族の話は、はい、トータルで10分ぐらいの話なんで、はい、枚数で2000枚以上、確か。すごいですよね、もう今日持ってくればよかったですね、紙。2000枚ぐらい書いてて、はい、本当に大変だったなっていう思いですね、はいはあ、あの入場時お客様のモニターで見ていただいた方もいるかと思うんですけれども、あの信濃毎日新聞さんの紙面にパラパラ漫画が一コマずつ掲載されて、はい、で、はい、まあ、でそれが今 YouTube で、今ごめんなさいちょっと消えちゃってるんですけど、あれはごめんなさいね、はい、新聞社さんと、はい、コラボしてやったんで、新聞のこの新聞する機械あるじゃないですか、あの機械にパラパラ漫画を貼ってあれで撮影したらしいです、回転させて。ぜひぜひあの YouTube で皆さんも見れますので、だから YouTube 見るとそのシーンから始まるんで、はい、他のパラパラ漫画とは違ってちょっと動きがちょっと新聞っぽくなるんですけど、そういう感じで。すごいなんか斬新なパラパラ漫画でしたよね。斬新でしたね、はい、あれがやっぱちょっと面白かったんで、はい、海外の広告の賞をもらって、あ、はい、そうなんですよね、はい、広告なんとか賞みたいな、なんかシルバーとゴールド、なんかなんか分かんないですけどなんかもらったんですよ。ありますね、なんかもらったんですよ。あります、アジア太平洋広告祭でフィルム部門プレス部門のダブル受賞。あ、ダブル受賞したんですけど、はい、を受賞されて、はい、はあ、でも僕に何もお知らせがなかったですけどね、報告気づいたら受賞してたってことですか。はい、新聞載っててそうなんですよ、そのぐらい、まあ、なるほど、はい、まあ、ちょっとそこはうちの会社ってそういうところあるから、あまり触れる、はい、なるほど、いやそのパスやめてくださいすごいキラーパスが、じゃあ今木戸さんに飛びましたが、はい、実際木戸さんこの家族の話、はい、お話を拝見してどうでしたか、はい、まず率直なご感想というか。そうですね、はい、僕が、見させてもらった時にはもう話題になってた後に、はい、見させていただいたんで、なんかすごいもう感動するとかって、はい、もう周りの人とかも結構言ってたりとかしてて、うん、でいざこう見させていただいた時に、まあ、とても心温まるお話だし、なんか僕も地元が奈良の方で上京してきた身の人間なので、うん、なんか町は違うけれどやってることも違うけれど、すごく主人公の男の子にとても親近感が湧くというか、はい、僕も同じ状況だったので、はい、ありがとうございます。初めてこの話を拝見したというか拝見された時、率直なご感想いかがでしたか、ご自身。そう、はい、ですね、私もその長野で生まれてその後東京に引っ越して NGT に入ったのが17歳の時だったので、そこから一人で新潟で一人暮らしをしているので、やっぱ自分と重なる部分があってすごく共感できる部分もありましたし、鉄拳さんのパラパラ漫画ってセリフが書かれてないじゃないですか、はい、セリフが書かれてないからこそこう自分の中でストーリーをイメージすることもできますし、そういった楽しみ方もあって面白かったです。ありがとうございます。映画が昨年11月に、岡田将生さん主演で公開されたんですけれども、はい、当時鉄拳さんは撮影現場にも、あ、行きました、はい、はい、行ったと。どうでした、なんかこの現場の雰囲気とかって覚えてらっしゃいますか。あ、はい、覚えていますね、はい、リンゴ畑本当に探して、リンゴさ撮影させてもらったんですけど、夏のシーンだったんですけど、当時行ったのが2月だったんですけど夏のシーンを撮影するときに、はい、雪がないところを探して撮影したんですけど、その前の日に雪が降ってしまって2月に
雪が大雪降ったんですよ。大雪が降ってしまってこれどうするのかなと思って見たらちゃんとうまく CG で CG です。いやもうぶっちゃけています。はい、CG すごい、すごい今の技術。いやもうまさか CG とは思えないような、そうですね、もう長野の風景が、風景が、はい、え、あんな雪のとこで撮影してたのに、はい、もうまるでもう桜、あの何ですか、リンゴの花が咲くみたいな感じの風に咲いてて、はい、もう地面も白かったのが緑色になってて、はい、ああ、だからそんなわけないですよ。え、その困ったら僕にパスぜひぜひの皆さん、この8月の21日 DVD 発売しますので、ちょっとその鉄拳さんのパラパラ漫画とも合わせて本編をお楽しみいただけるので、はい、この DVD の中に、はい、あの特典映像があるんですけど、特典映像を見たら僕が素顔で映ってますね。お本当ですか。はい、あの僕のそこはなんで CG しなかったのかなっていう、僕も大きい素顔で写ってるんですけど、ものすごいレアな、はあ、はい、なんでだろうと思って、これあの訪問した時の顔はなんで吉本チェックしてくれなかったんだろうと思って、ね、だからまあね、ね、見たい方は見てください。必見ですね。じゃあ、はあ、もうぜひぜひ皆さん鉄拳さんの素顔を回せてお楽しみいただけたらと、はあ、自分では思ってなかったんですけど、はい、僕喋りがすごいたどたどしくて、なんか、ね、あんな喋り方してたんだと思ってちょっと残念だったんですけど、まあ、貴重なでも、はい、見てもらえたら、はい、一面が見れるということで、はいはい、ぜひぜひ皆様もお楽しみいただけたらと思います。それではちょっともう稽古もあの中盤というふうに伺ってて、はい、ね、どうですかあの稽古場の雰囲気等々は。そうです、あの本当にみんな結構仲良くって、まあ、年齢的に言ったらでも結構若い方だよね。そうなんですよ、私若い方なんですよ。いや別に誰もあれだよそんな言ってないよ。え、違うです、あの NGT の方で私もうおばさん扱いなんですよ。そうなんですよ、もう分かる方いらっしゃると思うんですけど、だからそう最初木戸さんに何歳って聞かれて21歳ですって答えたらわくんって言ってくれたじゃないですか。この感覚久しぶりって思っていつもなんか、あ、21歳なんだ、じゃあ大人だねとか最年長なのって聞かれることが多かったので、それがすごい嬉しかったです。はい、はい、あの本当にこう舞台ではさっき鉄拳さんもおっしゃったんですけど、家族の話とキラリ輝くというパラパラ漫画が融合していて、まあすごく、キラリ輝くの物語の中の主人公の男の子がいるんですけども、彼と、家族の話の主人公の、彼の人生っていうのがとてもこう、同じ場所で、育って、同じ時間を共に過ごしてきた2人なんですけども、まあ、あることがきっかけでこう2人は町を離れて、まあ、夢を追ったりとか、家族のために、なんか働かなきゃいけなかったりとかっていうのを経ていって、どんどん違った人生を2人が歩んでいくんですよ。それがうまくマッチしていて2つのお話が、だからとても見ていて、キラリ輝くの物語を今見てるんだけど、それを見ることによって家族の話が もっとよりよく見えたりとか、本当に、はい、いや本当にそうなんですよ。なのでとても見応えのある作品だと思います。ありがとうございます。私言うことないじゃないですか。いやいやいや、でもその、まあ、西村さんもあの今回その長野の公演があるというところで地元での、まあ、舞台の、はい、公演ですよね。でどうですか、あの地元で舞台をっていうふうに。そうですね、なかなか、はい、あの私舞台が今回初めてなので、初舞台がこう地元長野ってことがすごく嬉しくてありがとうございます。こう本当に稽古の最初の方にへこみすぎて、周りの方がすごすぎて、もう
ああ私どうしようって本当にへこんでしまって、それを一人のキャストの方に相談したら、じゃあ紙とペン持ってこいって言われて、演技のコツとかいろいろ教えてくださった方がいて、本当にそう温かい現場で助かってます。ありがとうございます。中谷さんって方、中谷さん、あら、あら、違う違う、あのね、これは本当にあのまあ舞台 の, あの稽古場でのまあちょっとしたマル秘エピソードなんですけど、まあ皆さん初めましての方が結構多くてですね、キャストも、はい、前回の初演の舞台を出てらっしゃる方たちは顔見知りなんですけど、僕と、ね、2人は初めてこの作品に参加させていただくので初めましての方が多くて、で演出家の方が、まあ、名前を覚えようということで、これよくやるんですけど、名前鬼っていうのをやるんですよ。はい、名前鬼っていう遊びがあって、これ名前を覚えるために鬼ごっこやりながら、その中にこう名前を呼んで、あとタッチされるのを回避するっていう、まあ、簡単に説明するとそういうことなんですけど、だから自分がタッチされないためには誰かの名前を呼ばなきゃいけないんですよ。 でも呼ぶためには相手の名前を知らなくちゃいけないので、名前を覚えなきゃいけないっていう遊びなんですけど、全然覚えられないんですよ。タッチされそうになったりつあああ、あの人あの人みたいな、なあ、そんなことない、そんなこと、みんなやさん、木野ゆうやさん、木野ゆうやさん、主人公だしね、本当に全然覚えられなかったもんね。全然覚えられなかったんですけれど、あのもう覚えました、木野ゆうやさん。大切な人ね、大切な人が忘れちゃった。いやいや、演技のことメモる前にその人の名前メモる。はい、すいません。でも本当に助かってます。皆さん本当に優しくて、ありがとうございます。すごい甘くて美味しいです。本当にあのリンゴの、これあれなんですね、リンゴは本当に入ってるんですね。そうなんです。あーなんか美味しい。え、この生地もリンゴをなんかあれされてるのかな。とてもリンゴ、カクラが重ねてあって、うん、ジャムが塗ってあって、あ、ジャムか、ジャムが染み込んでますね、その生地だから、あのパサパサしてなくてしっとりしてますね。うん、本当にめちゃくちゃ上手じゃないですか。今本当に感想言ってみました。で、例えばうわチョコですか。そうですね、ちょっとじゃ あの西村さんの食レポ聞いたのか。はい、皆さんなんかお待ちかねのようなんで。違うね、知ってるじゃんみんな、すごい番組で味音痴って言われてるじゃん。違う、マネージャーさんこれ大丈夫ですか。あ、大丈夫です、噛みついたら。いい表情、いい表情出ましたね。あの想像よりすごい大きいリンゴの果実が入っててびっくりしました。あのクリームみ、リンゴの小さい果実が入ってるのかなと思ったら、しっかりとした果実が入ってて食感が楽しめて美味しいです。珍しくまともなことが言えます。そろそろお別れのお時間というところになりましたので、じゃあ、まず西村さんから一言、はい、じゃあご挨拶をお願いいたします。はい、今日は来ていただき本当にありがとうございました。私の初めての舞台ということで本当に今から緊張しているんですけれど、皆さんにいいものを見せれるように一生懸命頑張っていきたいと思います。ぜひ見に来てください。今日はありがとうございました。そうですね、もう本当にみんな、一生懸命、頑張って皆さんにいいものを届けようと、作っています。そして、ね、念願の長野の大町で公演もできるということで、とてもあのスタッフさんも、気合い入ってますので、僕たちも、気合い入れて、
大成功で終わらせたいと思いますので、皆さんどうか劇場の方に足を運んでくだされば、絶対に損はさせないと思いますので、ぜひ楽しみに待っていてください。よろしくお願いいたします。もう本当にそういうことですね。本当に僕はお任せばかりで本当に出ないから何とも言えないんですけど、本当に楽しみにしてますので、あと皆さん本当にこの作品いい作品なので、ぜひ舞台を見に来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。